スーパーベイビー、星さん。くっそ面白いラブコメ漫画。主人公は熊本からてっぺん取るってことで町田に上京してきた黒ギャル。この黒ギャルが町田でアパレルの店員をしていたら、そこにいた本来黒ギャルが好きになるタイプではない感じの、陰キャっぽいメガネの真面目くんになぜか惚れてしまい、そこから始まる陰キャと陽キャの黒ギャルとのラブコメ漫画。作者がギャル大好きという部分がくっそよく描けており、主人公の黒ギャルはくっそ可愛い性格設定していてディモールとベネ。この可愛い性格設定において主人公の黒ギャルはメスから嫌われる、オスにこびるタイプの性格ではなく、性別関係なく応援してあげたくなるようなまっすぐな性格しているし、心理的安全性がくっそ高い。他人の悪口を言わない、人のいいところを見つける才能がくっそ高い、素直、という、良い相手を見つけたいなら真似した方が良い性格。恋愛候補の陰キャは、黒ギャルが勤めているルミネのスーパーで働いている小説家志望のオスであり、一家小説家として大成してやろうという感じ、童貞で、ギャルが怖いという感じの陰キャ設定がベネであり、純愛な感じで、目標に向かってまっすぐ進むという感じが読者と黒ギャルに刺さる、そよい配置。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしく。